ただいまより2024年度東北学院大学入学式を執り行います。賛美歌326番第1節、歌詞は入学式資料の3ページをご覧ください。一同ご起立ください。ご着席ください。聖書朗読並びに祈祷、原田浩二宗教部長。それでは聖書をお読みいたします。3ページに記されている新約聖書、ヨハネによる福音書第12章の35節36節をお読みします。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。闇に捉えられることがないように光のあるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の異なるために光のあるうちに光を信じなさい。聖書はそこまでです。それでは祈りを捧げます。皆様は黙祷の姿勢で共に祈りに参加をしてください。恵み深き主なる神様、ここ仙台も昨日開花を宣言するそのような季節となり、そしてこの晴れやかな今日、大学生としてまさしに開花する多くの新入生たちを迎えて、ここに2024年度の東北学院大学の入学式を開催できますことを感謝いたします。ここに集う一人一人は振り返れば中学高校時代と実に3年にわたるコロナ禍によって学校生活に不便を強いられた、そのような世代がこうして入学してきます。これまでの経験を通して一人一人が当たり前の日常が決して当たり前ではなかったということ、それらが恵みであるということを経験を通して学んできました。こうして今コロナ後の新しい時代の中にあって、こうして春とともに一人一人が期待と喜びとそして希望を持って東北学院大学の学生としてこの新年度を歩み始めることができますことを改めて感謝いたします。どうか新入生一人一人、大学生としての門出をあなたが祝福してくださいますように。特に今年は能登半島地震から新しい一年が始まっています。ここに集う新入生たちもまた幼い頃に今から13年前、それぞれの生活の場で、あの東日本大震災を経験しました。さらにはコロナ禍など、人生の中では何がいつ起こるかわからない、そのような不透明な危機の時代の中に生きていることを、私は改めて覚えます。また今日も台湾では大きな地震が生じています。
そのような時代ですから、どうか新入生の一人一人が東北学院大学のスクールモットーであるライフライトラブの、そのキリスト教の教えの意義を一つ一つ4年間をかけて学びながら、時代を切り開く希望の光を、ライトを抱いて、光の子として光に歩む、そうした人間力に富む学生として豊かに成長することができますようお支えください。どうかさまざまな経験を通して、人の悲しみや痛みに共感できる、人を痛む愛を、ラブを、どうか一人一人にお与えください。また東学院大学の学びを、そしてスクールライフを通して、それぞれの人生ライフを豊かに育む知恵と力等をお与えくださいますように、東学院の誠の創始者イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。入学宣言、大西春樹学長。大学地域総合学部地域コミュニティ学科168名、政策デザイン学科152名、人間科学部心理行動科学科197名、国際学部国際教養学科137名、教養学部編入学言語文化学科1名、情報科学科2名、地域構想学科1名、以上658名。新入生の皆さんは起立してください。ただいま報告がありました皆さんの入学を許可いたします。着席してください。告示、大西春樹学長。本日ここに2024年度入学式を挙行するにあたり、新入生の皆さんに心よりお祝い申し上げます。また保護者の皆様のお喜びはいかばかりかとお察し申し上げます。昨年度から開学した五橋キャンパス押川記念ホールに皆さんを迎え入れることができ、本当に喜ばしい日となりました。皆さんはそれぞれに高校での学びを終え、選ばれて入学の権利を勝ち取られ、東北学院大学の学生になりました。私たちは皆さんを一人一人かけがえのない人格として尊重し受け入れ、これから卒業前の4年間全力で支えていくことをお約束いたします。東北学院大学は9つの学部と6つの大学院研究科、学生総数1万1000人を要する東北北海道地区最大の私立総合大学であります。日本で最初のプロテスタント教会に一員となった押川正義、その押川を支えて学院設立に尽力したアメリカ人宣教師ウィリアム・フォーイによって1886明治19年、仙台新学校として
最初は2名の教師、6名の学生からスタートし、今年で創立138周年を迎えます。仙台進学校は5年後にノースジャパンコレッジ、東学院と名前を変え、法医の後継者であるデイビッド・シュネーダー宣教師の下で発展し、1949年に大学となり、今日に至っています。創立以来、総計20万人を超える卒業生を送り出してきました。まず、本学の教育理念の基盤、これを建学の精神と呼びますが、これはキリスト教による人格教育であります。私たちはこの建学の精神を Life, Light, Love というスクールモットーとして説明しています。これは東学院の卒業生の間で長い間親しまれている言葉でもあります。Life、命とは、他者の命と人格を自分のように大切にすることであります。個人の尊厳であります。Life、命とは、ライト、光とは、学問や科学、部活の成果によって他者を明るく照らすこと、社会貢献であります。ラブ、愛とは、自分が愛するだけではなく、他者からも愛されるようになること、隣人愛を意味しています。この建学の精神によって、五ツ橋と土戸にあるキャンパスでは、毎朝10時20分からこの押川記念ホールとラーハウザー記念東学院礼拝堂において大学礼拝が行われています。心を落ち着かせ、静謐で厳粛な大学礼拝に出席して、パイプオルガンの音色のもと聖書を読み、聖書に基づくメッセージを聞き、学院の根幹の精神を知り、自分とは何者か、臨時としてどう向き合うべきかを考えてほしいと思います。ところで、皆さんがこれから学ぶ大学と、これまで学んできた高校の違いは何でしょうか。大学の勉強には教科書があり、教科書通りその正解を覚えていれば、大学という次の進路が約束されていました。しかし、大学卒業後には、約束された次の進路はありません。大学を卒業すれば、あとは死ぬまで自分の力、すなわち実力で生きていかなければならない市民社会が待ち構えています。皆さんは大学における4年間で生涯をよりよく生きていくための知識や技術を身につけなければならないのです。そのため勉学の仕方が違います。高校時代は先生や教科書から習うという受動的な勉学態度を意味するのに対して、大学においては学生自らがどれほど力を身につけることができるかというより主体的な勉学態度が求められるのです。よく大学なんて卒業できさえすればいいのだという人がいますが、大きな間違いです。もうそんな時代ではありません。学卒なんて山ほどいます。そのような人は将来発揮すべき実力を身につけず、丸腰で市民社会に出ていくようなものです。では、実力を身につけるにはどうしたらいいのでしょうか。東学院大学は以下の3つの新しい学びの仕組みを用意しています。第一は、現代の海学そろばんと言われているデータサイエンスです。ご存知のように、大量データを高速で運ぶ 5G ソサイエティやチャット GPT に代表される対話型生成 AI の出現によって、急激な世界の変化が暴走列車のような勢いで進展しています。皆さんは AI を駆使し、またコンピューターが残す膨大なデータから価値創造をしていかなければなりません。私は文系で数学受験ではないから、そのような仕組みが分からなくてもいいということでは済まされなくなってきているのです。データサイエンスの学びの入り口として、全学生が履修できる TGG ベーシックに、統計的思考の基礎という科目を選択必修科目として配置しました。
情報学の専門の先生方から文系の学生のために分かりやすく説明してくれます。文理融合の総合大学ならではの強みです。第2はアクティブラーニングです。皆さんは高校時代に総合的な探究の時間を履修したと思います。現代社会は複雑なメカニズムから構成されていて、例えば法学なら法学、工学なら工学という単一の学問だけでは課題解決はできません。そこでアクティブラーニングという主体的な学習方法が求められます。全学生が履修できる TG ベーシックの課題探究という科目群は、キャリア、地域、ボランティアなどの課題について問題解決のための方法を学び、実際に調査して考え、異なる学部の学生が互いに厳しく評価し合うような問題解決型の授業であり、さらには少人数のゼミまで配置しました。学部が異なればこんな見方もできるのかと、お互いに総合切磋をしてほしいのです。そのために大学は土取の方位記念館に、あるいはこの五橋の品田記念館の図書館に、日本でも有数のアクティブラーニングの施設を用意しています。第3は e ポートフォリオといわれる TG フォリオの活用です。 TG フォリオは学生たちが自分の学習成果を振り返り、目標に対して能力がどれぐらい身についたかをパソコンで確認することができる仕組みです。就活といわれている就職活動の際には、そこからディプロマサプリメントといわれる証明書をダウンロードして、それを求人先に見せることになります。そこには学業成績のみならず、体育会、文化団体連合、サークルなどの課外活動、外国語外部試験のスコア、留学やボランティア活動、そして今年から始まりましたがピアサポートの経験などが記載され、証明されるようになります。 TG フォリオを活用して自分の目標を見失うことなく学生生活を送ってほしいのです。さあ、今日から大学の一員です。東学院大学も新しくなりますが、皆さんも新しくなります。自分の目標をしっかり立てて、大会や文連、サークル、ボランティア、ピアサポートに居場所を求めて友達を作り、通学に便利で仙台の街中に最も近いアーバンキャンパスのメリットを最大限に生かし、充実した大学生活を送ってください。最後に聖書の有名な言葉を送ります。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。マタイによる福音書7章7節。ご入学おめでとうございます。2024年4月3日、東学院大学学長大西春樹。先生、新入生総代、人間科学部心理行動科学科、渡来純奈。新入生は起立してください。先生、柔らかな春の日差しが感じられるこの良き日に、私たち新入生一同は晴れて東北学院大学の一員となることができました。本日は私たちのために厳かで晴れやかな入学式を挙行していただき、誠にありがとうございます。大西学長をはじめ関係者の皆様に、新入生を代表して
心より御礼を申し上げます。私たち新入生一同は、歴史ある東北学院大学の門をくぐり、今この場に臨んでいます。大学生として新たな一歩を踏み出すことに、緊張や不安もありますが、それ以上に、この度入学できたことへの喜びと、これから始まる大学生活への期待に胸を膨らませています。大学生は高校生までとは異なり、自分で自由に選択できる場面が多くなります。しかし、自由であるということは、何事も自分の意思と責任が伴うことを意味します。私は東北学院大学の学生であるという自覚を持ち、この大学生活を通して自由であることを最大限に生かし、自分で選び決断したことに責任を持って行動できる人間になりたいと思います。そして東北学院大学のスクールモットーであるライフライトラブを常に心に留め、思いやりと愛の精神を持って人と向き合い、さまざまな場面で仲間と団結し助け合うことができる学生となれるよう精進いたします。東北学院大学への入学にあたり、新入生代表として宣誓いたします。2024年4月3日、新入生代表、人間科学部心理行動科学科、渡来純奈。聖書賛美歌贈呈。しっかり勉強してください。着席してください。校歌斉唱。歌詞は入学式資料の表紙裏をご覧ください。一同ご起立ください。着席ください。省営542番、引き続いて祝祷、原田宗教部長。
歌詞は入学式資料の3ページをご覧ください。一同ご起立ください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にいつまでもありますように。アーメン。一同ご着席ください。以上をもちまして2024年度入学式を終了いたします。引き続き事務連絡がありますので、新入生の皆さんはそのまま着席してお待ち願います。それでは入学式に引き続き、本学応援団シンフォニックウィンドアンサンブルチアリーディングチームの応援三者トレフレッチェによる新入生歓迎のパフォーマンスを行います。準備をいたしますので少々お待ちください。
お待たせいたしました。これよりパフォーマンスを始めていただきます。演奏中はどうぞ皆さんも手拍子でご参加ください。どうぞ拍手でお迎えください。
皆様ご講覧誠にありがとうございました。ではトレフレッチェの皆さんが退場いたしますので、改めて大きな拍手でお送りください。はい、ありがとうございました。以上をもちまして入学式の一切が終了となります。